よくあのヘッドキャップ乾燥までしちゃって、あサイズがね小さくなっちゃって、はいはいはい、ですごいですね、キューンなんだ、あともうぐちゃぐちゃなの、ぐちゃぐちゃなってしまってね、あれは合宿あるあるね、合宿あるあるですね。僕もやっぱりロックが多いんですか。それはやっぱり姫ちゃんに聞きましょう。ロック多いっす。ロックなんだ。治んないっすよ、もうプロップとプロップのケツに入れてるんで臭いケツになる。ロックが言ってるんだけど、ちょっと待って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 、すごい選手に関わる。フランカーの大…あ、フランカーでヘッドキャップ被ってる人の代名詞プレイヤー僕思いつく人いたら、で僕ヘッキはサウルズで、いやもうそれはもうどこのチームも、サウルズのメンバーは誰がいるかな、ラピース、ラピース、あラピースね、僕でもヘッキかぶってる人って、はい、めっちゃハードワーカーで、仕事人です、仕事人ですね、わかるわ、まあ、やっぱあの密集に頭突っ込んできますからね、そういう人は、そんなイメージがすごい、それはあるあるですね、ラピースの司会ですけど、いろいろポーポックだったりね、ポーポックね、世界的なフランカーがやっぱ多いかもしれないですね。ケンキも昔かぶってた、大学じゃない、大学かぶったとき、かぶってたよ、あいつ大学、俺はあいつかぶったらしいっけ、大学ジャパン入りたての時もかぶってた、かぶってた、あ、そうなんですか、あの、ちょっとあんまりあんま情報少ないやつ、え、自分だ、えってなるね、持って出ちゃったやつ、ごめんごめんごめん、じゃあバックスのヘッキャってじゃあ貴重かもね、貴重ですね、今の時代なかなかないですからね、います？でもギッツはずっとかぶってない、マットハンドギターですね、ギターは代名詞だわ、ギターはしかも、今までもずっとかぶってたかっこいいよね、緑のヘッキャが昔かぶってたけど、でさ、わらびのヘッキャでさ、マウル外してきてさ、でそれ受け取ってさ、つけるじゃん、その情報はあるんすね、ケーキよりもありますケーキよりもよく見てるから俺昔から見てた、まあね、まあでも献身的なプレイヤー多いっすね、ヘッキャーあるあるたくさん出てきましたけど、多分姫ちゃんからご報告は皆さんに、はい、あやはレッドオオカミヘッドキャップ5月12日の国内最終戦で1万2000人の皆さんに先着順でプレゼントされるので、ぜひヘッキ被って応援をしてください、よろしくお願いします、お願いします、1万2000人ですからね、すごい大体の方もらえますね、ぜひこれ被ってね、会場が赤くなってるところをみんなで見たいと思います、はい、僕も被って試合出ます、うわ、お前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 そうは分かんないのこれが問題になっちゃう、これは、うん、これは問題になっちゃう、うん、ねじゃあありがとうございました、ありがとうございました。5月12日の国内最終戦ではこのサールブスオリジナルヘッドキャップを来場者先着1万2000名にプレゼントします。ぜひ試合当日にこのヘッドキャップをかぶって一緒に戦いましょう。わらしの用意。